どうも、あなちゃんです。今日は上板橋ラーメン屋中本を本店に来ております。激辛で有名でございますが、ここの名物蒙古タンメン本当に美味しくて、ね、私もすごく好きなんですけど、セブンイレブンのカップラーメンの店になっております。で、蒙古タンメンすごく美味しいんですけど、それよりもお店に行くともっともっと辛い北極というのがあって、で北極も私以前食べてるんですよ、ね、で今日は北極の2倍辛くできるっていうのがあって、これを食べたいと思うんですけど、これはあのココイチ10辛みたいに5分じゃ無理です。5分じゃ無理だと思いますけど、とりあえず完食したら褒めてやってくださいね。これあのスープは全部飲まなくてもいいですよ。これすでにあの匂いが辛い。いただきます。いただきます。うん、もやけは辛くない、当たり前か。これだいたいスープだ。辛いですよ。大体この山椒だかなんだか、なんかこのつぶ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 って入ってます。すごいですよこれ。いただきます。うん、あ、おいしい。これ思いっきりすると、もう見せちゃってダメですね。うん、あるんだ、うん、出てきてる。うん、辛くなってきました。これ私は目が見えてないけど、きっと色もすごいんでしょうね。おお、うん、うん、すごい顔していると思います私。うん、きっとお酒飲んでませんけど赤い顔になってますね私ね。もう大体完食かな。よし、よっしゃー、
完食しました。そうですね、ただ辛いだけじゃなくて旨味もあるので美味しいです。美味しいけど、汗をかいてもいい格好で皆さん食べてください。サウナ好きの人とかいいかもしれませんね。はい。